どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。先日から霊夢には FF6 を進めてもらってるわけだが、何か困っていることはないか？なんか血塗られた盾っていうのをもらって、呪いが解ければ最強の盾になるって言われたんだけど、肝心の呪いを解く方法を教えてくれないのよね。今ではインターネットで攻略サイトを見れば一発で方法がわかるだろうが、攻略を見ない人や、インターネットが普及していない当時であれば、ノーヒントで呪いを解くのは難しかったかもしれないな。RPG ってやっぱり自分で色々試行錯誤するのも楽しいから、私もなるべく攻略は見ずになんとか自力でやれるところまでやりたいのよね。じゃあ今日は特別に、攻略なしでは入手困難であろうアイテムについて紹介するか。おお、マリサが教えてくれるなら攻略サイトを見たことにはならないわね。まあそうなのかな。学校の友達に教えてもらったのと同じ感覚よ。よし、それじゃあ早速スタートなんだぜ。というわけでまずは血塗られた盾の呪いが解けた時に手に入る、英雄の盾だ。血塗られた盾に関しては、崩壊後のナルヒェにロックを連れて行ったら、施錠されている建物の鍵を開けてくれて、その中のおじいさんからもらうことができたわ。ああ、しかしアイテム欄の呪われていますの言葉通り、装備するとあらゆる属性が弱点となってしまうほか、各ステータスも大きく下がってしまい、さらには戦闘中に様々な状態異常にかかってしまう。これを装備した時点でそのキャラはもう使い物にならなくなっちゃうから、とりあえずは呪いが解けるまで装備はさせないのがいいわね。その考えが落とし穴なんだ。そうなの。血塗られた盾の呪いの解除方法は、実は装備したまま256回戦闘するというのが条件なんだ。いやー、それは攻略見なきゃわからないわ。しかもこの状態で256回戦闘ってめちゃくちゃきつくない？そうだな、解除方法を知っていても実際に解除するまで戦闘するのも大変だから、まさに入手困難というやつだな。何かいい対処方法みたいなのはないの？強いて言うならリボンを装備すれば大方の状態異常が相殺されるが、それでもステータスの減少や弱点などはそのままだし、アクセサリー枠もそれで一つ減ってしまうから、あまり使わないキャラに装備させてコツコツ頑張るしかないな。それはなかなか厳しいわね。それで肝心の呪いが解けた後の英雄の盾っていうのは強いのかしら？ああ、これは文句なく最強の盾だな。あらゆる属性に耐性があって防御力もかなり高い。そして FF6 において重要なステータスの魔法回避率もかなり上がるんだ。魔法回避率が重要っていうのは他の動画で紹介してたやつね。その通り。そして最強魔法のアルテマまで覚えることができる。なるほど、確かにこれは文句なく最強の盾ね。続いて紹介するのはライトブリンガーだ。どこかのメタルバンドかしら？まあいそうだけど、じゃあ早速どう入手困難なのか説明しよう。よろしくお願いします。まずは先ほどの血塗られた盾の時と同様にナルヒェに向かい、魔石ラグナロックか剣のラグナロクをくれるおじいさんのところに向かう。これはどっちを取るべきかめちゃくちゃ悩むのよねー。そうなんだよな。だが今回は剣のラグナロクを取ってくれ。了解しましたんで、おじいさん、剣をくださいな。おお、さすがラグナロク、攻撃力も最強だし各ステータスも上がるし、この剣があれば怖いものなしだわ。そしてそのラグナロクをコロシアムでかけるんだ。こんな強い武器をかけちゃうの？ああ、一個しか手に入らないのに。ああ、さようならラグナロク、元気で暮らすのよ。すると買った時の獲得商品がハテナハテナハテナと表示される。そしてこのコロシアムでの戦闘に勝つと無事ライトブリンガーが手に入るというわけだ。これも普通にやったらまず手に入らないわね。まず魔石のラグナロックを取るか剣のラグナロクを取るかで大きく分かれるだろうし、そんな重大な選択をして手に入れたラグナロクをコロシアムにかけちゃうって発想も浮かばないし、まあ攻略なんかを見て意図的に手に入れようとしないと難しいかもしれないな。ちなみにこのライトブリンガーっていうのは性能としてはどうなのかしら？攻撃力こそラグナロクと同じ255だが、魔法回避率が50とさらに高くなりより優秀な武器になっている。優秀すぎー。さらにここには表記されていない特性として、回避率無視、攻撃からでも威力減衰なし、攻撃時に一定確率でホーリー発動、MP を消費してクリティカルが発生というものがある。記載されてない能力多すぎー。ラグナロクをもう上回るまさに最強の武器といった感じだな。あれ、源氏のコテって普通にプレイしてても結構手に入ってたイメージあるけど、そんなに入手困難な装備だったっけ？宝箱からも入手可能だし源氏のコテが盗める敵もいる。
だから最終的には手にしていることが多い装備だが、この時点で入手しているかとなると話は変わってくる。バナンがいるってことはめちゃくちゃ序盤じゃない？しかもプレイ時間もまだ1時間未満だったし、そんな早く源氏のコテが手に入るの。ああ、方法としてはテナに対するバナンからの問いかけに、3回続けて家を選択するだけだ。いやー、ここはストーリー上入って答えなきゃダメだと思ってたし、ふざけてプレイでもしてない限りわざわざ3回も断らないわよね。そうなんだよな。だが今回に限っては断り続けるのが正解で、そうすることによってこんなにも序盤から源氏のコテを手に入れることができるんだ。でもこんな序盤だと強い武器もまだないから、あんまり源氏のコテが活かせなさそうね。まあぶっちゃけ言うとそうだな。源氏のコテを取らなかった場合は代わりにガントレットがもらえるんだが、序盤のうちはガントレットで両手持ちの方が高いダメージが出しやすいかもしれないな。宝の持ち腐れとはまさにこのことね。活躍の時まで少し我慢だな。続いて紹介するのはイバラの冠だ。これはどうやって手に入れたらいいのかしら。入手方法としては至ってシンプルで、エボシーワの洞窟のボスである碑文から稀に盗むことができるんだ。稀にっていうのはどのくらいの確率なの？ああ、FF6 の盗めるアイテムには通常アイテムとレアアイテムがあって、通常が 87.5% でレアアイテムが 12.5% だ。ということは10回やれば1個手に入るかもくらいだから、ボス前でセーブして何度もやり直せば結構簡単に手に入っちゃいそうな気がしないでもないけど、通常であればそうだが、このエボシーワの洞窟は毎回移動先が完全にランダムになっているんだ。あ、そうなの。途中でもちろんセーブポイントもあるんだが、そこからボスまでの道も毎回ランダムで時間がかかる。うわぁ、それはめちゃくちゃ面倒くさいわね。そんなに手間のかかるやり直し作業を10回もやりたくないわ。しかもそんなに苦労して手に入れた茨の冠は、つけると自動的にスリップの状態異常にかかってしまい実用性ゼロ。何よそれ。トゲが頭に刺さって痛いじゃないわよ。そんなもの捨てちまえ。一応他にも魔石ラグナロックでのアイテム変化やコロシアムで手に入れることもできるが、いずれにしても代償を考えたら見合っていないな。じゃあ全く使い道がない装備って感じ。唯一この装備を活かす道があるとすれば、コロシアムでかけることでミラージュベストという装備が手に入るんだが、これはバトル開始時に分身状態になり、能力もかなり優秀だから、現実的な運用だと、すぐにコロシアムに出してしまうのがいいかもしれないな。いやー、それを聞いたら即コロシアム行きね。グッバイイバラの冠。続いて紹介するのは呪いの指輪だ。またなんだか物騒な名前のアイテムね。どうせ装備したらステータス異常とかになっちゃうんじゃないの？お、鋭いな。これは装備すると死の宣告状態になってしまう。やっぱりいい。防御力もゼロでいいとこなし。どのゲームでもちょいちょい、入手困難なのに全く使えないアイテムがあったりするのよね。でも血塗られた盾みたいに呪いが解ければ最強の指輪になったりしないの？残念ながらそれもない。唯一で順を覚えられるという特性があるが、わざわざこれをつけて覚えるものではない。じゃあコロシアムでかけたら強い装備になるとか？コロシアムでかければエアアンカーになるが、エアアンカー自体宝箱や盗むで手に入るためわざわざ呪いの指輪を手に入れる手間が無駄だな。ここに来てガチの魔人に全くの役に立たないアイテムが出てくるなんて、そのくせ入手方法のハードルはめちゃくちゃ高いんだ。全然いらないんだけど、一応動画の都合上入手方法も聞いておこうかしら。これは魔石ラグナロックによるアイテム変化でしか手に入れることができない。じゃあライトブリンガーが欲しくてラグナロクを選んだ場合は入手不可ってこと？いや、その場合は魔石のかけらによるランダムな幻獣召喚でラグナロックが来るのを願うか、セッターのスロットでバーを3列揃えてのランダム幻獣召喚に頼るしかない。ランダムの幻獣召喚でラグナロックが出る確率は、25分の1だ。めちゃくちゃきつい。だがその25分の1を引いたとしても、アイテム変化がミスになる確率も高く、成功したとしても呪いの指輪か他のアイテムになるかの抽選もランダムのため、実際に手に入れるには地獄のような確率を引き当てなければいけないんだ。普通にプレイしてる分には入手困難っていうかもはや入手不可レベルね。ああ、魔石のラグナロックではなく剣のラグナロクを選んだ人にとっては、今回紹介する中ではぶっちぎりの最強最悪の入手困難アイテムだな。攻略を見てても取れる気がしないわ。さて、というわけで今回は入手困難なアイテムについて振り返ったが、霊夢どうだった？血塗られた盾みたいにコツコツ頑張れば必ず手に入る強い装備があるって知ったから、そういうのは頑張って手に入れたいって思ったわね。確かにそういうのは頑張った甲斐もあるし達成感もあるよな。逆に呪いの指輪と貝原の冠みたいなのはちょっと手が出しにくいわね。
これに関してはコレクター向けな要素が強いからな。ただ完璧主義な人からすると、絶対に外せないアイテムにはなるだろうな。コレクション的には欲しいは欲しいんだけど、労力を考えるとちょっとたじろいじゃうわね。まあそれでこそ入手困難ってことだな。このチャンネルでは引き続きファイナルファンタジーやその他スーパーファミコン時代の名作について、解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。みんなの思い出とかもコメントで気軽に残していってもらえるとありがたいわね。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。